はい、この車珍しくて、これはルノーの17と言われるものとして、15と同じ1971年に生まれた空軍。プラットフォームは15と共通で、ボディも基本的にフォルムは同じだったが、フロントバスコはヘッドランプが丸型4灯になり、ボディサイズはリアウォーターにルーバーを埋め込むなどして違いを与える。エンジンは 1600cc のみで、キャブレーターのほか、インジェクション仕様は、75年には後車が 17VT の名乗るようになったが、2年後に消滅したんですね。で、残りのモデルは1979年まで、まあ、生産が、続けられているんですね。で、これがルノーの17と言われているらしいですね。まあ、なかなか、まあ、本国のところでもね、あんまり売れなかったらしいです。で、これがマッチボックスのね、まあ、ミニカーですね。まあ、フランスラーダーの珍しい車をこうやって出してくるんですけども、まあ、なかなかこういう風に内装もこういう風になって、綺麗な内装ですね、本当。これ、オークションカラーが納車した時にね、この状態だったらね、まあ、びっくりしてるんですけども、本当にびっくりするから、よーくね、綺麗に残ってるな、という風な、感じでして、まあ、なかなか、良い車だな、という風に思います。ちょっとこの独特なね、形がなかなか面白くて、で、このオレンジというまたさらに目立つ色合いというのがいいなって感じですね。どうもありがとうございました。